ジャン・フェルディナン・シェニオは、フランスの画家である、バルビゾン派の画家の一人に数えられる、ボルドーに生まれた。ボルドーの美術学校で、ジャン・ポール・アローに学んだ後、パリのエコールでボザールに移り、フランスワイド・アール・ピコ、ジャック・レイモン・ブラス・カサット、ジュール・コワニーに学んだ。1848年に初めてサロンド・パリに、風景画を出展した。1849年に、 ローマ賞に応募し6位に終わったが、1854年には歴史的風景画部門に応募し3位に入賞し、パリでの奨学金を受けた。歴史的な情景を描くのを止め、家畜のいる野外の風景を描くようになり、1860年にフォンテンブローの森の情景を描いたのに始まり、バルビゾン派の画家の一人として活動した。サロンドパリには定期的に出展し、 1889年のパリ、万国博覧会にも出展指導賞を得た。特に羊飼いと羊の群れを描いたことで知られることになった。バルビゾンの旅という版画集の作者としても知られる。ありがとうございます。